クライズミュア男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。政治家、ジョン・コルビルが1948年に除されたことに、始まる。コルビル家は、鉄工業によって没興した一族である。ジョン・コルビルは D ・コルビルソンズ社取締役を、務めたほか、自由党の政治家として、ノース・イースト・ララークシャー選挙区選出の、庶民委員を務めた。 その子ジョン・コルビルは、スコットランド統一党の政治家で、ネビル・チェンバレン内閣下では、スコットランド担当大臣を務めた。彼はその後の1948年3月5日に、連合王国貴族として、ラナーク州における、ブレードウッドのズ泉は男爵に乗されて、男爵化を起こした。二代男爵ロナルドは、スコットランド銀行総裁や、ラナークシャー党官を務めている。 2021年現在、その息子の三代男爵デイビッドがその当主である。男爵家の紋章に刻まれるモットーは、我、忘れる当たわず。爵位の推定相続人は、現当主の息子、リチャード・デイビッド・ロナルド・コルビル閣下。ありがとうございます。